はい、じゃあ今度は実際にネットを挟んでドライブを打ってみたいと思います。はい、ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きます。さあリラックスして落ち着いて。店長、はい、店長、店長、店長低い、店長低いよ、店長低いよ、店長低い、容赦ない店長。うまっ、バカホームで、やった。そういうのじゃなかった。
めっちゃ気持ちいい。ひらめきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかった。バッタすごい。うん、ワッチャにバッタッチ。あ、ゆっくりちゃった。ごめんね。じゃあ、お願いします。はい、どう。お、自分の手前でやるといいのかな。あ、うん、ちょっとね、なんか、そうね、そう、自分で打つと気持ちいいこと、うん、っていうのかな、うん、そこが見えたからよかったなって、ね、うん、結構前の方で打った方が、うん、飛びやすいのかもしれない ね、うん、ね、って思いました。だ、ね、はい、はい、なんか私たちにアドバイスとかありますか。一人一人、はい、そうですね、まあ、黒木さんから順番に言ってますけれど、はい、足が、まあ、ちょっと出っ放しが多かった。うん、右足、はい、ずっと出てやってたので、はい、まあ、あのドライブっていろんな方向に来るので、うん、横に来たりとか、はい、来たりするので、うん、出っ放しだと出なくなっちゃったりするんですね、うん、足が、はい、横に。なので基本はちょっと戻る体勢、ね、はい、で意識してほしいかなというところです、はい、あとリラックスしてください、はい、力がすごく入っている、はい、ありがとうございます、はい、順番に、はい、ね、で、見ていると、
がちょっと内股かなっていうのが、はい、あったので、はい、内股になってこうすごい取れてたので、はい、感覚とかすごく良かったんですけど、はい、ちょっと内股だけ気をつけてほしいかなと。まっすぐ、まっすぐ、そうそう、はい、ね、膝の向きが結構ね内股に内股に入ると動きもね、はい、厳しくなっちゃうので、膝をまっすぐ、まっすぐか外に向けるような意識でやってほしいかなと。はい、お願いします、はい、ありがとうございます。あとはそうですね、はい、順番いきます。足の出し方がちょっとこっちこう来た時にちょっとこうなってる時があったので、一生懸命なりすぎてこう、そう、こうやって一生懸命こうこうこうっていう風になってて、はい、た時があるので、なるべくちょっと足の向きを、はい、向けてあげるといいかなというところが一つですね、はいはい、あともう上手にできたと思うのでリラックスしてやってください。リラックスして、はい、はい、ありがとうございます、はい、あとはですね、はい、佐藤さんは、振り方がですね、はい、まあ、もうちょっと短く持ってたら、ちょっと短く持ったらすごいやりやすくなります、ね、操作性が良くなったので、こういうのも一つ参考として、長く持つとのと短く持つのもあって、短い方がちょっと手首が効いたりとか動かしやすかったり操作性良くなったりするので、ただ強い球が打ちづらかったりっていうのもあるんですけれど、まあなんで操作性をちょっとしやすくしてやってもらったので、今みたいにやってもらって、あと球がこう来たら結構上からをこうとまっすぐ取ってほしいなっていうところ、結構横で取ったりする癖がついてるんで、しゃがんで打ったりとか、そうそう、ね、こうなるところをしゃがみもこうやって上で取ったりもできるんで、はい、でも非常に続いてたのでよかったと思います。はい、はい、わかります、はい、ます。じゃあ最後ですね、小野さんが、打つときやっぱ力がすごい入っているので、まずリラックスするのと、大体ミスするときラケットの面がこう切れちゃってるっていうか、そのね、あの、まっすぐ出せば入ってるなってところ慌てすぎちゃって、こう横にとか、こんなちょっと車のワイパーみたいに振っちゃうときにカチャンとかよくなっちゃうので、合わせてまっすぐ、合わせてまっすぐっていう風にやってもらうといいかなと思います。ありがとうございます。はい、というような形ですね。意識もたくさんあると思うんですけど、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます、はい。